はいどうも、たけるです。最近 YouTube 人口がだいぶ増えてきましたよね。気軽に YouTube も始められる時代です。私も YouTube やってみたいなとか思う人多いんじゃないでしょうか。でもな、パソコン買うお金もないし、編集ソフトもわからない。そんな方大丈夫です。 iPhone さえあれば動画編集、そして YouTube にアップすることも可能です。まあその中でも編集っていうのがなかなか難しいと思うんですよね。撮影とかに関してはまあね、普通にカメラでできたとしても、それを編集していくってなると、つまずく方も多いです。なので今回から iPhone だけで動画編集をしてみようというシリーズでやっていこうと思っております。本当に簡単なやつです。初期投資はほぼなくても大丈夫です。必要な方はこんな感じで三脚、スマホが挟める三脚があるんですけど、これね、今は100均で売ってるんですよ。昔ね、これ高かったんですよ。Amazon で探したりしてやってたんですけど、今じゃこれもうセットで100均で売ってます。ダイソーとか行ってみてください。まあちょっと余談なんですけど、本格的に YouTube を始める前は、こういった iPod Touch とかで編集をしていました。パソコン使わずにやってましたね。当時は本当に2012、2013ぐらいだったので、もう今はね、その時以上にね、できることは増えています。まあ今回のシリーズは一応 YouTube にアップしようっていう体でのお話なので、動画編集の内容もなんとなく YouTube に似せた感じのものを作っていきます。撮影、編集、サムネイル作成、アップロードっていう順番でやっていきます。その編集のところがかなり長くなっちゃうので、そこもパート分けてやっていきますね。じゃあ今回はシャープ0ということで、簡単にお話をしてきました。次、撮影編に入りたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。以上、たけるでした。バイバイ。